きの許し。あ、ひげを直とみよしゃい。どうもどうも。トヨちゃん、ふわふわコーンいらっしゃい。ありがとうございます。いやー、疲れたな。体がいけ。あっちこっちがいけよ。秋口いらっしゃい。リスナーの Q もいらっしゃい。ラックもいらっしゃい。体がいけ。もっちいらっしゃい。達次郎、今日月もいらっしゃいね。あー、体いけ。筋肉痛だわ。それでね、行きますか。やるちもよし。つくづく坊主もいらっしゃいね。ユーリもいらっしゃい。よし。さあ。あ、アンダーピーカーもいらっしゃい。ほんと疲れるね。まだ体疲れが残ってんだろうな。あ、そう、もう。昨日帰ってきたら筋肉痛だったわ。あ、聞いた名前いらっしゃいね。お山いらっしゃい。いやー、体痛い痛い痛い。しっかー。あぶね。よいしょぞ。お、あ、いらっしゃい。ボンボンおはよう。たけしもおはよう。おはようす。まあ順調。出発。まあこれはどうだろうな。どれくらい、あと1時間かかんないか ?40 分くらいで着きそうか ?1 時間くらいなんだけどな、一応予定は。でもまあ多分40分、50分くらいで着くだろうな。もう味の素スタジアムの前だからな。体が痛え、マジで。あ、流星もいらっしゃい。あっという間だよな、でもお台場からか。そうそう、もうあっという間だよ。でも帰るのが早く感じるよな。いやー、道が悪いね。味の素スタジアムでサッカーとかやりましたでしょ。サッカーとか行われる。サッカーしかやってねえんだよ。コンサートもやんのかな。コンサートやライブか。あ、そっか、FC 東京。そうそうそう、J リーグ。そうだ、FC 東京だよね。いやー、会長に帰れるな、これは。
ンジンがおかしいんだよな。なんかふわーんってすげえエンジンブレーキがかかるんだよな。画面歪んでなくない？でもこれ画面歪んでる？歪んでないよね今日。こんにゃく幻想起きてないのかよ。ありがとう、ニャッキー。ねえ、あおよ、りゅうちゃん。ねえ、まず、ねえ、あ、あかねいらっしゃい、おはよう。おう、300いったねえ。おお、おめでとう。何がおめでとうかわかんねえけど、やった、300いった。バイク配信で順調だね。本当に嬉しいね。まあ300人の評価だからな、これはな。あ、あつしおはよう。350くらいまでいっかね。今日っていうか、このバイク帰るまでの間に。あと18キロくらいだけど、20キロくらいか。いやいや、最近は多くなったな、ほんと。200ちょっとが、ナイスが平均だったのか、増えたもんな、やっぱバイク。いや、全然、すがすがしいよ。倍増えたもんな、ナイスが。このバイク配信やりだしてから、今まで200ぐらいだったのが、バイク配信でやりだして400台だもんね、今平均が。全然増えた。バイクとか心霊とかね、やって。こんにゃくになってないんだよ。今日気温がそんな暑くないからなのかな。ハンドルのブレではなってないな、こんにゃく現象。まあ、俺アウトロ配信者じゃないからね、俺元から。周りがそういう風に言ってただけだからな。何？あ、必死の配信って俺に対する？あれだす、前立腺。まあ裏でってあっちの方が閲覧多いでしょ、今だったら。多分うちは今190とか200ぐらいでしょ、多分。今日はね、いいよ、俺のことは関係ないでしょ。だってもうやってないでしょ、俺のことは。多分やっても意味ないんじゃない？まあ基本的に僕のね、交通違反とか違反じゃねえとかいうやつでしょ。やっても意味ないでしょ、つまりは。まあだからやらないでしょ。バカじゃないだろうからやらないと思うよ。もうこの前ので俺が違反してないのは分かってるでしょ。リスナーに踊らされただけでしょ。ただ運転してね、喋ってるだけだから。なんか夜は危ないからさ、あ、おはよう、ちーたん。夜は危ないから車載はダメね、何、昼間は危なく大丈夫、危なくは危険ではないから車載は OK、 石川さんは OK で俺はダメとか意味わかんねえな。
バカ、石川の車載は OK で俺の車載はダメとかさ、意味がわからないな。お前のもう、ね、お前の言ってることって、ただ人を選んで、ね、好き嫌いでただね、ダメだとかいいって言ってるだけなの。わかった、おはよう。いつまで経ってもバカはバカなんですよ。今日ちょっとあれだな、ハンドルがどうすれば動かないか、こういう枠作るかな。いやー疲れたな、やっぱり。30分ぐらいで着きそうだな。なんかあのトラック怖えな、すげえなんか車体がバウンドしてるな。なんであんなバウンドするんだ。あやす、あれ、いらっしゃい。すげえトラックがバウンドしてた、あのトラック。なんかやばいんじゃないあれ。でもさ、最近思うんだけどさ、なんかさ、疲れるね、やっぱ車多いからね。嘘、誰、流星さん。ね、うちの放送でも煽ったやつが爆走の放送でも煽ってんの。ただ人が多い放送で煽りたいだけなんじゃないの。朝から暇だね、本当に。暇っていうかさ、暇を通り越せってさ、朝からさ、人のこと煽ってさ、何やってんだろうね、そうやつって。仕事は絶対してないだろうな。そうなんだ。あにくん、おはよう。おざす。いやー、1日500ナイスあればな。あ、なるほどね。今が一番起きてて元気ビンビンの時なんだ。なるほどね。それはありえるな。いやあれだな、500ナイス欲しいよね。毎日500いけばな、ひどんな抜けそうだよ。ひどんなだけなんだよ、あとは。そうなの？あ、キツネ101号さんいらっしゃい。そうなんだ。スバニャン煽られて俺の悪口言っちゃったんだ。まあいいけどね、別に。まあしょうがない、まだ配信の素人なんだろうから、リスナーの煽りに乗っちゃうぐらいだからさ。誰々がこういう風に言ってたよとか、どうせそんなのだろ。まあしょうがない、素人だから。素人っていうかな、まだ新人だから、僕からすれば。シカ、おはよう。あ、何？ツバニャン？違うでしょ、ツバニャンは乳首を出すのが仕事なんじゃないの。あとセックスをみんなに公開するのが仕事なんじゃないの、あの人。FC2 でやってた。
あと1キロか。画面の揺れ対策しないとダメだな。もっと揺れないように、もっと揺れないように固定するか。上ここ固めて固定して揺れないように作るか。自分で溶接してで、ここのアングルをネジつけてネジで動くようにして、ネジでくる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 するか。あれ仕事だよ、ラック。あれ仕事は、ね、俺おにぎり食べね、配信中におにぎり食べるのだけ仕事。やりたいね。ちょっと計画立つ。あ、そうなんだ。脇がブロックされた。いいね、泊まりで計画立てようかな。8月、9月、まあ、テントだと持っていけないじゃん、だってテントバイクで移動してたら。寝袋ぐらいしか無理よ、もし持ってくんだったら。テントはさすがに持っていけないよ、バイクじゃ、原チャリじゃ。七瀬おはよう。あ、バタおはよう。かっけー、胸熱って書いてある。これいいな、こういうのいいよな。なんか走り屋っぽいな。揺れないもんね、全然ね。こんにゃく現象起きてないな。なんで起きないんだろう。いいじゃん、フラットバードおじさんの真似で。あざす。フラットバードおじさんと同じで。作るか。いいね、これね。増えたな。おはよう、おはよう、ちょちょりな。溢れたよな。新規増えたけど、あらあらおはよう。新規増えたけど、常連でいなくなった人間もいるけどね。まあ仕方ない。あ、カールおはよう。ここどこだ。そうだね、府中らへんだね。常連がいなくなれば新規もまあ増えるからな、俺の放送においては。子さんがいなくなって新規が増える感じかな。例えば子さんが1人いなくなったら新規が5人ぐらい増えてる頃じゃない、多分。もう佐野だよ。そうそう、国立インタル。まあ自然に起きるよ、うん、いなく、なんていうかな、入れ替わりが必要っていうか、いなくなるんだよ、飽きてきた常連は。だからいいんじゃない、プラマイゼロっていうか、もう長売れた配信者はプラスマイナスゼロでもあるし、増える時もあるしって感じだ。だから極端に減らないだけ。あ、よ、極端に増えないだけだよ。だ、最近俺はね、人が増えてるけど、またそう、あ、力はいる、昔からいるからな。でも飽きる人間もいるんだよ。フワッチの常連リスナーとかいなくなってる人いるよ。あ、ナッキー頑張ってね。いなくなってる人間もいるからね、フワッチからの常連リスナー。フワッチからリスナーになった人で常連リスナーいるからね。
まあ、そういうのは出てくるよ自然に。仕方ない。ぐらいリスナー変わるんじゃない？大体どこの放送も残る人間は残るけど、まあ3ヶ月に1回だろうな。誰かのアンチになった人間は誰かのリスナーにはならない。これ不思議なんだけど、例えばツバニャンのアンチの方がじゃあ俺の常連リスナーになるかって言ったらならない。アンチは所詮アンチにしか過ぎないから、どこ行ってもアンチ。グロモントいらっしゃい。もう一回ね、誰かのアンチになった人間はね、もうねアンチに喜びを感じてしまうから、自分が誰かのアンチでいないとダメなんだよ。ツバニャンのアンチになりました、ツバニャンが配信やめたりとかします、そうすると俺のアンチ。そう、アンチ、誰かのアンチって、ね、なって熱心にやってる人はみんな誰かのまたアンチになるだけ。俺のだから関係ないですよ。だから関係ねえっつうんだよ俺には。長えよ、長い。棒読みだからちょっと邪魔だよ。てやもう棒読みだから長文はやめて。棒読みは長、あの棒読みの時は長文やめて。うざいだけだから。あと俺には関係ねえから、そのね、運転がどう、運転の操作中とか配信中に大体操作してねえんだからよ、関係ねえんだから。ほんと棒読みのね、棒読みの配信やってる時に長文とかほんとうざったいだけだからさ、短文でパン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 打ってきてくれよ。さあ、まあ見やすいよね、確かに。大体限定配信で操作しながら運転なんかできるわけないんだよ。片手運転なんか危なすぎんだよ。そうなんだよ、イカレがないんだよ。イカ臭いところあったけど今日。待ってらっしゃい。およ、テピ使ってないよ俺。気も金も使わない。え、ちょいちょい、これないんだよミスターピグね、これないんだよ。文字数制限が、あのフワッチアプリってスマホ配信だから、フワッチアプリはね文字数制限のやつができないんだよね。みんながコメントいっぱい打っていくと、コメントが速度が速くなると棒読みも速くなるけど、そうそう、 PC だとまた別なんだけどね。あ、コメントぐらいはね、コメントぐらいしか読む。あ、そう、画面がここ揺れるな、すごく。ここちょっと揺れるな、タイヤとかすごい揺れるな。これ2段にしてどうにかできないのかな、こういう風にして、なんか考えないとな。